エルンストテールマン、エルンストテールマン、1886年4月16日から1944年8月18日は、バイマル共和正規のドイツの政治家。小学校しか出ていない、無学な労働者出身だが、ドイツ共産党の左派として、頭角を表す。ソビエート連邦の指導者、ヨシフ・スターリン及びコミンテルンの方針に忠実だったため、 スターリンの講演を受けて1925年から1933年にかけてドイツ共産党の議長を務めた。党をスターリン主義化し独裁的な党指導を行った。テールマン率いる共産党は選挙や街頭闘争においてドイツ社会民主党や国家、社会主義ドイツ労働者党と勢力を争ったが、1933年に ナチ党が政権を掌握すると逮捕され、1944年にブルヘンバルと強制収容所で殺害された。1886年4月16日にドイツ帝国自由都市ハンブルグの雑貨商人、ヨハネス・テールマンとその妻マグダレーナの息子として生まれる。1892年から1893年にかけて両親が横領罪で1年の懲役を食らったため、 里親の下で過ごした。1893年から1900年まで、ハンブルクの小学校で学んだ後、家業を手伝うようになる。1902年から1903年にかけてに、所属したが、思想的に怪しまれて解任された。1903年に、ドイツ社会民主党に入党。1904年から1915年までハンブルクの公安労働者、 造船所労働者、倉庫労働者、蒸気船のカフ、馬車引きなど職を転々として働き、ドイツ貿易、運輸、交通労働者中央労働組合で活動した。1906年には政治警察からマークされた。1913年にはローザルクセンブルクのストライキの呼びかけを指示した。第一次世界大戦中の1915年1月に、 陸軍の招集令状を受けたのを機に、靴屋の娘と結婚した。彼女との間に一人娘を設けている。1915年から1918年にかけて陸軍に従軍し、西部戦線へ出征した。二級鉄十字章、戦勝章,章などを受訓した。1918年10月に帰国し、ドイツ革命の最中の11月に、 ドイツ独立社会民主党に入党している。独立社民党と所属労働組合内において、党格を表す。1920年に独立社民党がソ連のコミンテルンに参加するか否かで分裂し、コミンテルン参加派は1920年12月に、ドイツ共産党と合流、テールマンもこの流れに属した。合同党大会において、テールマンは党中央委員に選出された。 戦後も、ハンブルクで職を転々として暮らしていたテールマンは、ハンブルク地区委員長に就任している。コミンテルンの暴力革命指令により、党は1921年3月に、マンスフェルトを中心に武装放棄を起こしたが、中央政府から派遣されてきた軍に鎮圧されて、失敗に終わった。党指導部は、この3月闘争の失敗の弁明のため、 額のないテールマンを1921年6月から7月の第3回コミンテルン大会に代表として送った。この際に、ウラジーミル・レーニンと初めて会見を持った。党内において、テールマンは、ルート・フィッシャーやらと並ぶ左派の代表的人物であり、党議長の統一戦線戦術や、労働者政府、社民党内や、労働組合内の反主導部像と共闘して、 プロレタリア命へ誘導する戦術といった右派方針に反対していた。社民党は断固粉砕し、過色なきプロレタリア革命を遂行すべきとする立場だった。ブランドラー指導部は統一戦線戦術を胸とする右派が多数を占めており、左派は排除されていたが、1923年5月には、ブランドラー指導部とコミンテルンの協議の結果として、テールマンや、 フィッシャーらサハも指導部に入ることになった。1923年秋にコミンテルンが再び暴力革命方針へ転換。これを受けてブランドラー指導部は統一戦線戦術、労働者政府の方針と組み合わせた武装放棄計画を策定。その計画に基づき、1923年10月にザクセン州やチューリンゲン州の社民党サハ政権に 共産党員を入閣させた上で、中部ドイツから革命軍事行動を起こす準備を開始した。事態を危険視したベルリン政府は10月20日にも大統領緊急令により、ザクセン政府の解任を宣言し、国防軍をザクセンへ出動させた。共産党はこれに対抗して、ゼネストと武装闘争を決定したが、ケムニッツの会議で、社民党左派から、 武装放棄の同意を得られなかったため、共産党も退却を決定するしかなくなった。ケムニッツ会議が行われている間、武装放棄命令書を携えた伝令たちが、会議室の前で決定を待っていたが、会議室から出てきたテールマンは独断で、行け、出発、順番に、と指示して伝令たち走らせた。これを知ったブランドラーは伝令たちを追いかけ、駅で引き止めたが、 ハンブルクへの伝令だけは間に合わず、10月24日から26日にかけて、ハンブルクで数百人の共産党員の武装放棄が来た。しかしこの放棄は警察によって直ちに鎮圧された。その後、国防軍は、さしたる抵抗に遭うこともなく10月29日に、ザクセン州とドレスデンへ入城し、10月30日にザクセン州政府を解体。数日後には、 中輪元州政府も同様の末路を辿った。共産党の放棄計画は完全な失敗に終わった。テールマンラ・サハは、この10月敗北の原因を、ブランドラー指導部の右派的方針に求めた。すなわちブランドラーが、統一戦線戦術、労働者政府の方針で、社民党サハとの共闘に固執して、革命を、裏った結果であると批判した。折しもソ連では、 レーニンの後継者をめぐる権力闘争の最中であり、トロイカ、ジノビエフ、カーメネフ、スターリンとトロツキー及びその友人、カール・ラデックの対立が起きていた。そのため、両人営官で10月敗北の責任の押し付け合いが発生し、最終的にはブランドラーとラデックに全責任があるとされた。ブランドラーの党内の立場は地に落ち、 1924年2月19日の晴れでの第4回中央委員会においてテールマンはブランドラーを激しく攻撃。中央委員会は全会一致で指導部の入れ替えを行うことを決議した。代わってフィッシャーやマズローを議長とした左派指導部が発足した。テールマンも政治局入りを果たすとともに党の副議長に就任した。同年5月には 国会議員選挙に立候補して国会議員に当選。また同年末にモスクワで行われた第5回コミンテルン大会でコミンテルンの執行委員に選出されている。1924年から1929年にかけては共産党の紙幣部隊赤色戦線選手同盟の議長も務めた。1925年3月と4月に行われた大統領選挙に出馬した。 旧帝政軍人で保守主義者のパウル・ホン・ヒンデンブルク、社民党やカトリックなど、リベラル勢力の支持を受ける、中央党のビルヘルム・マクスの両名と争ったが、選挙は事実上、ヒンデンブルクとマルクスの一騎打ちとなり、ヒンデンブルクが僅差で勝利している。テールマンは、放末候補に終わった。ヒンデンブルクとマルクスの票差は僅差であったため、テールマンのせいで、リベラル、 左翼票が割れた面がある。左派のトロツキーとの闘争から右旋回したスターリンの影響を受けてコミンテルンは1925年に再び統一戦線戦術を取るべきことをドイツ共産党に命じた。フィッシャーやマズローはコミンテルン方針に従ったもののスターリンから忠誠を疑われその圧力で1925年は秋に失脚した。一方テールマンは フィッシャーやマズローと手を切って、スターリンに絶対忠誠を誓う左派の派閥、親子ミンテルン左派のリーダーとなり、スターリンの講演を受けて、1925年10月に、党議長に就任した。議長就任から2、3年間のテールマンの党指導は、親子ミンテルン左派を中心としつつ、エルンストマイヤーら調停派も、指導部に取り込んで、ブランドラーあるいは、フィッシャーの左右の行き過ぎを避けて、 中間的な路線を取り、反対派、特にフィッシャーら左派反対派や、ショーレムら極左反対派を抑え込むものだった。この路線は1928年から1929年頃に、極左路線へ転換するまで維持された。この中間路線は、トロツキーとジノビエフに対する闘争で、ブハーリンら右派の協力を得ながらも、左派回帰の可能性も閉ざしいなかった。 スターリンの方針に並行するものだった。1928年になると、スターリンの指示で、コミンテルンは再び左旋回した。これは、左派の政敵を片付けたスターリンが、続いて、ブハーリンら右派の政敵の排撃を開始し、ネップの中止、5カ年計画の開始という左派コースを取り始めたためで、ある。ブハーリンは、ジノビエフ解任後に、コミンテルンの 第一人者となっていたため、その影響はすぐにコミンテルンとその支部、各国の共産党に波及した。早くも1928年2月のコミンテルン執行委員改革大総会で、ドイツ共産党とソ連共産党の間に秘密協定が結ばれ、その中で右派共産主義者は主敵であると宣告された。左旋回は、 公然化されたのは1928年7月から8月にかけての第6回コミンテルン世界大会だった。テールマンはそれに従って右派と朝廷派を計画的にポストから追放していった。追い詰められた右派と朝廷派はテールマンに近いハンブルク地区頭初期、中央委員が党の公金を横領し、テールマンがそれをもみ消した事件を中央委員会で、 取り上げることで反撃に打って出た。1928年9月25日と26日の中央委員会は朝廷派、エーベルラインやウハラの主導でテールマンに有罪判決を下し、テールマンの職務の停止を決議した。しかし、ここでスターリンが介入し、テールマンを失脚させてはならぬとの指令画を通じて、ドイツ共産党に下され、10月6日には、 コミンテルン執行委員会館部会もテールマン復権を決議している。中央委員の大多数はこのモスクワからの圧力に怯え、テールマンの職務停止を解除するとともに、右派と調停派はハンブルク事件を利用したとする決議を出した。スターリンとテールマンは間髪入れず、右派と調停派に対して殲滅的攻撃を開始し、右派と調停派はことごとく中央委員会から叩き出され、テールマン、 レンメレの三党政治が党を引き継いだ。1928年から1929年にかけて粛清が吹き荒れウハゼンイン、ブランドラー、ハウゼンラが党から除名され、朝廷派も解任された。これ以降もはやいかなる反対派も党内に存在することは許されなくなり、1929年6月の党大会までには党のスターリン主義化を完成させた。 今やドイツ共産党はソ連共産党のスターリン体制をそのまま移植したテールマンの独裁政党であり、スターリンへの無条件的追従を行う何らの主体性も存在しない組織となったのであった。また、ソ連で盛んになりつつあったスターリン個人崇拝に習ったテールマン個人崇拝も進んだ。この点において共産党は国家社会主義ドイツ労働者党の総統、 アドルフ・ヒトラーにライバル意識を燃やしていた。ヒトラーに対してテールマンをプロレタリアートの総統として対抗させることができるし、させなければならぬと考えていた。1928年の第六回コミンテルン世界会議が社会ファシズム論を強化させて社会民主主義を指摘と定める方針を採択すると、テールマン率いるドイツ共産党もドイツ社民党への 闘争を強化した。この極左戦術で共産党の過激化が強まり、特に党の実力組織である赤色戦線戦士、同盟は荒れ狂い、ナチスの突撃隊や社民党の国旗団と武力衝突を起こすことが増えた。1929年5月の地の命令事件を機に社協対立は絶頂に達した。社民党政府は赤色戦線戦士同盟を非合法化したり、 共産党集会を禁じたりするなど共産党への弾圧を強化し、共産党は社会ファシズム論にますます傾斜した。1931年夏に、ナチ党がプロイセン州社民党政府打倒を狙って起こしたプロイセン州議会解散を求める国民請願運動には共産党も参加するなど、社民党に対する闘争の範囲内においては、ナチ党との共闘も厭わなくなっていった。 1929年から1930年にかけては社民党系労組中央組織の分裂を促し、共産党系労組中央組織を結成させた。1929年の世界恐慌以降、大衆の急進化で共産党の人気は高まった。1930年9月14日の国会選挙では共産党は社民党支持層の票を吸って、 得票を133万票増加させて13.1%の得票率を得て77議席、総議席577議席を獲得し、社民党とナチ党に次ぐ第三党となった。1932年春には、ヒンデンブルクの大統領人気切れから大統領選挙が行われた。1925年の時と同様に共産党からは、 テールマンが立候補した。テールマンの他には、再選を目指すヒンデンブルク、ナチ党のヒトラー、テツカブト団のテオドールデュスターベルクなどが出馬した。テールマンは、ヒンデンブルクへの投票はヒトラーへの投票と同じ。ヒトラーへの投票は戦争への投票と同じ。ベルヒンデンブルク WHLT、WHLT WH ヒトラー、ベルヒトラー WHLT、WH WHLTDEA ヌクレグ、e、を選挙スローガンにして選挙戦を戦ったが、3月13日の投開票の結果、ヒンデンブルク百8 6 5万票、ヒトラー1133万票、テールマン490万票、デュスターベルク255万票という結果に終わった。過半数に達した候補がなかったため、第二次投票が行われることとなった。第二次選挙には、 ヒンデンブルク、ヒトラー、テールマンの3人が立候補したが、4月10日の投開票の結果、ヒンデンブルク1939万票、ヒトラー1341万票、テールマン370万票という結果となり、ヒンデンブルクが大統領に当選した。1932年7月31日の国会選挙では、 得票率14.3%へと得票を増やし、89議席、総議席608議席を獲得。同年11月6日の国会選挙でも、得票率16.8%に増やし、100議席、総議席584議席を獲得し、ナチ党と社民党に次ぐ、第三党の地位を維持し続けた。とりわけナチ党も、社民党も得票を減らして、 共産党だけが得票を伸ばした1932年11月6日の今日は共産党を有頂点にさせ党はこの成功を過大評価した。1933年1月30日にナチ党党首アドルフ・ヒトラーがパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領から首相に任命された。2月1日に国会が解散されて選挙戦へ突入したが2月4日には 野党の行動を制限するが発令され、2月初めには共産党は帰還し、集会の禁止、党地法局への捜査と応酬、党職員の逮捕などで全く防衛的な立場に追いやられた。さらに、選挙期間中の2月27日に国会議事堂放火事件が発生し、オランダ共産党員マリヌスファンであるペが犯人として逮捕されると、プロイセン内省。 ヘルマン・ゲーリングは国際共産主義党全体の陰謀とみなし2月28日に制定された事実上の改元令に基づき共産党委員4000人を逮捕共産党の機能はほぼ完全に停止した追い詰められた共産党は長年ライバル関係にある社民党に対しファシストの攻撃に対抗する行動の統一戦線を求めたが共産党は依然として コミンテルン方針である社会ファシズム論の利を受けていたので共闘を求めながら罵倒を止めない矛盾した態度を取り続けた結果社民党から拒絶された3月5日の選挙の結果共産党は81議席を獲得したが直後の3月9日に共産党議員の議員資格が議席ごと抹消されたため総議席が減少してナチ党が単独過半数を獲得した エールマン自身は3月3日にベルリンの自宅で逮捕されている。1933年から1937年にかけてに拘留された。容赦のない尋問を受け、りやをや背中をカバの皮の鞭で打たれ、刃も4本折られた。1935年には刑事裁判待ちの交流から保護交金に切り替えられた。 1937年から1943年にかけてはに週間され、ついで1943年から1944年にかけてはに週間された。あれほどスターリンに忠誠を尽くしてきたにもかかわらず、1939年8月に独ソ不可侵条約が締結されるやスターリンから見放された。ソ連共産党は1939年の 国際青少年日に際して、テールマン同士万歳の予定になっていたスローガンを、ナチス政権に配慮して除去し、急遽、スターリン同士の指導による、ソビエト連邦の偉大な外政策万歳に変更した。またテールマンの妻ローザは、独ソ不可侵条約締結後、ソ連大使館に、夫の釈放のための仲裁を懇願しているが、スターリンからは無視された。 1944年8月にはブーヘンバルト強制収容所へ移送の上、新鋭隊,隊隊員により銃殺された。ナチスは元社民党のとともに連合軍のブーヘンバルト空爆により死亡したと虚偽の発表をした。なお妻ローザと娘イルマはテールマン殺害に先立ち逮捕され、ラーフェンスブリュック強制収容所及びその付属収容所に送られたが、二人とも生きて、 終戦を迎えることができた。素朴な人柄で大衆には人気があったが、無学ゆえに理論的能力は低く、ただスターリンに盲従するだけの人物だった。戦後、ドイツ共産党の後進ドイツ社会主義統一党が支配する社会主義国東ドイツが成立すると、ナチスの犠牲となった共産主義の党首であるテールマンは検証されるようになり、 東ドイツ政府によりブーヘンバルトの仮想場の壁に記念額が設置された。またピオネールの名称もと命名されたほか、国家人民軍地上軍のドイツ人民警察のエルンストテールマン警察学校、人民公社、エルンストテールマン舎用及び、領収工場など様々な施設の名称に彼の名が冠されていた。1972年、キューバの指導者、フィデル・カストロは、 キューバの無人島の一つをエルンスト・テールマン島に解消した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。